おはようございます塩ですで、えー、4月の8日に荒れ果てた庭の朗読会「魔女庭の巻」という朗読会で留守番ランプ展というお話をね、えー、読んで <laughs> 皆様に聞いていただいたんですが今日はですねアパートに留守番ランプ展のランプが届いておりますので、えー、ご紹介しようと思います。まずこの ちょっと近づいてみましょうか。このランプすごく古いものです。なんかこうアジとかね、ユーカリとかが垂れ下がっているんですが、お気に入りのルスバンランプです。それから新作ができてきたようですよ。えールスバンランプ店の土チガエルくんの新作。これが水仙のランプ。それからこれがチューリップのランプだそうです。 そして、えー彼,がね、彼は今あの庭ではランプって呼ばれてるそうなんですが、えー、新作ですよとデスクランプを持ってきてくれました。はいえー、去年咲いたアナベルの白い花もうドライになってますがそれに朗読会で分けていただいたクリスマスローズのお花もう芯もね全部取れたので、えー、これを。 えー、ちょっとあしらって最新のデスクランプにしたんだそうです。素敵ですよね。はい。<laughs> ということで、えー、少し空想で遊んでみました。皆様良い火曜日を。塩でした。